本日の温泉、加賀屋。別府の温泉宿が立ち並ぶ一角にあります。前方の一方通行の道沿い、旅館の裏手に無料の専用駐車場があります。この辺りは一方通行が多いので要注意。それでは本日も日帰り湯楽しみます。こちらのお宿には全部で3つの温泉があり、すべて貸し切りで入ることができます。受付前の雰囲気はこんな感じ。お宿の方の印象は明るくアットホーム。この日はたまたま学生の方が職業体験に来られていたのですが、店主とのやり取りが親子のようで、元気いっぱいのご主人の声が響き渡り、少しほっこりとしました。さて、廊下突き当たり右手にまず一つ目の温泉、露天風呂。のれんをくぐると脱衣室、体重計、椅子2脚とカゴが設置されています。身支度用の大きな鏡もありました。階段を降りると石造りのお風呂、湯口からは大きなボコボコという音を立てて源泉が注がれています。湯の注がれる音、流れる音に癒されます。そして何より魅力なのはコスパの良さ。1人45分500円、シャワー、ボディーソープ類完備。別府の貸し切り湯でこの価格は魅力的。2つ目は廊下を渡って反対側へ。こちらの情報は2024年9月現在のものです。ヒノキ湯。奥行きのある脱衣室にボックスタイプのロッカー。こちらはめちゃくちゃ広い浴槽、シャワーも4人分ついています。大浴場を貸し切りにしているのでかなりの広さ。こちらももちろん1人45分500円なので、かなり贅沢な入浴ができます。シャンプー類も完備。浴槽や床にも温泉の石出物がたっぷり。そして3つ目が本日のチョイス、岩風呂。岩風呂は入り口横にあります。階段を降りてのれんをくぐると、壁には石が施され洞窟の雰囲気。洞窟風呂が好きな私はここからテンション上がります。そして脱衣室にも素敵な趣向が凝らされています。入り口にカゴも用意されています。そしてこちらが雰囲気最高の岩風呂。よく見ると浴槽は瓢箪の形となっています。シャワーとボディーソープ類も完備。そして桶はこちら。脱衣室からでは分かりませんが、実際に入ってみると結構な広さ。泉質はナトリウム、マグネシウム、炭酸水素塩、塩化物泉。湧出量は測定せず、湧出形態は動力溶湯。pH は 7.5 の弱アルカリ性。お湯は微弱黄色、透明、無味無臭。浴槽の中がとてもクリアに見えます。透き通ったお湯から見える岩肌がとても美しくて神秘的。石出物で丸みを帯びた岩肌も美しく、見ているだけで癒されます。メタケイ酸は 201.2g 入った美肌の湯。ターンオーバーを促進する働きもあるそうなので、私には嬉しすぎる温泉です。ここは7年ほど前にも
一度夫と訪れているのですが、今回は女一人旅で過去の思い出に浸っております。浸透圧は体に優しい低調性、源泉温度は52度の高温泉、お好みで温度調整ができます。目線をそのまま上に持っていくと、とっくりの形の霞ガラス、以前は気づきませんでした。そしてこちらのシャワーの壁、映像では分かりにくいですが船体になっていて、上には帆が彫られています。いろいろな遊び心、探してみるのも楽しいかも。7年ぶりでしたが、変わらず素敵な温泉で心地よい時間を過ごさせていただきました。この後は近くのランチへ。本日のランチ、ラルーナ。お店の前には無料駐車場も完備。今日は夫がいないのでフレンチが食べれる喜び。待合スペースもおしゃれ。それでは早速中へ。中は外観とは少し違い、白とブルーを基調にしたデザイン。お席は窓側のカウンター席。奥には雑貨コーナーもありました。仕切られる空間の席とテーブル席。こちらの情報も2024年9月現在のものです。こちらのお店は焼きたての石窯ピザがおすすめのようで、スタッフの方にも勧められたのですが、今日はどうしてもパスタが食べたかったので丁重にお断り。テイクアウトもできますよとさらにお勧めされたのですが、この後まだ予定があったのでまたまた丁重にお断り。イタリア産の粉と天然海塩を使用したこだわりの、外はカリッと中はふっくらもっちりのピザみたい。ピザとパスタ、ハーフ&ハーフみたいなのがあれば両方食べれるのですごく嬉しいんだけど。月曜日限定のランチコースもあるみたい。本日のチョイス、本日のパスタ。パスタにはサラダがついてきます。レモンの爽やかなドレッシング。暑い時期にはさっぱりと食欲をそそります。本日のパスタはオイル、トマトソース、クリームソースの中から選べます。私はクリームソースを選択。ドリンクはアイスティー。具材はズッキーニと手羽先のほぐし身。濃厚なクリームっぽいソースではなく、あっさりとしているけれど、しっかりとコクのあるソース。ほぐし身は一瞬ツナかなと思うような味で、ズッキーニのほんのりとした苦みと食感がアクセントになっています。量も結構しっかりと入っているので、ちょうど良い満足感でした。ごちそうさまでした。加賀屋さんは別府駅より徒歩約10分、別府インターチェンジより車で約15分、ラルーナさんはそこから車で約5分。最後までご視聴いただきありがとうございました。次回もまた M2 遊びでお会いしましょう。チャンネル登録の応援もよろしくお願いします。